ダム湖の虹の湖浅瀬石川ダムは、青森県黒石、岩木川水系浅瀬石川に建設されたダムである。包み高91.0メートルの重力式、コンクリートダムであり、特定多目的ダムとして、建設大臣が直轄管理を行う、国土交通省直轄ダムである。浅瀬石川は、岩木川水系の主要中線である日向川の支流である。 ト和田湖の西側に広がる八甲田山系を水源としておおむね北に流れ、黒石内を貫流した後に南津軽郡藤崎町において日向川に合流する。日向川は浅瀬石川と合流するとすぐに岩木川に注ぎ、北へ流れ13港を経て日本海に注ぐ。ダムは黒石の上流部、温東温泉の上流にある。 五所川原市地点において計画後水流量毎秒5,500トンを毎秒3,800トンに軽減する洪水調節、日向市、北津軽郡板柳町、南津軽郡の農地7,700ヘクタールへ、環境水利県分の農業用水補給を図る、不特定利水、東北電力、浅瀬石川発電所による水力発電に加え、青森市、弘前市、黒石市、 古書川原市、日向市、北津軽郡、南津軽郡といった青森県主要部約42万人分の上水道供給を図ることである。沖浦ダムと比較すると、洪水調節能力は約17倍、揚水補給面積は約1000ヘクタールの拡張、発電能力は約6.5倍に増強された。浅瀬石川ダムの建設された浅瀬石川にはすでに沖浦ダムがあり、 1945年より水害軽減に貢献していた。しかし、施設老朽化に加え、ダムの洪水調節流量を上回る水害の発生や流域市町村の人口増加に伴う水需要の増大など、当初の予測を超える事象が発生し、次第に沖浦ダムだけでは対応しきれなくなった。この状況に対応するため、 建設省東北地方建設局は岩木川水系を1966年に一級水系に指定し総合的な治水対策を行うこととした。建設省は1960年に岩木川本川上流部にメヤダムを完成させたが、さらなる治水対策を図るため沖浦ダムが建設されていた浅瀬石川に新たなる多目的ダムの建設を計画した。これが 浅瀬石川ダムである、沖浦ダムの直下流数キロ地点、黒石袋ざ富岡地点に計画され、1971年4月より実施計画調査に入った。さらに1973年に岩木川水系の治水基本計画である、岩木川水系工事実施基本計画において、浅瀬石川ダムの位置づけが明確にされた。ダムによって、黒石袋、 板留集落など201個214世帯が水没することから反対運動も激しく、1974年7月20日には水源地域対策特別措置法の法給上指定ダム第1回指定ダムに認定された。国庫補助増額や就業圧戦などの条件提示や漁業権保障を行い保償交渉は妥結。 計画発表より17年後の1988年に完成した。これにより、沖浦ダムは完全に水没し43年の歴史に幕を閉じた。現在は水位が極端に低下しない限りダムの姿を見ることはできない。ダム湖である虹の湖は、黒石出身の詩人である、秋田宇邪が命名したとの説が有力である。沖浦ダム水没後は、 浅瀬石川ダムのダム湖名に引き継がれて二代目、虹の湖として現在に至る。二代目、虹の湖は初代、虹の湖と比較すると総貯水容量は約12倍、淡水面積は約6倍に拡大されている。なお、虹の湖という名称は、京都府南丹市にある大野ダムの人造湖にも命名されているが、こちらは虹の湖と読む。虹の湖は、 ダム建設時に、水源地域対策特別措置法により周辺整備が行われ、現在虹の湖周辺には、道の駅、虹の湖や虹の湖触れ合い広場、キャンプ場や釣り場などが整備されている。東北自動車道、黒いインターチェンジより、国道102号を南下し、約15分で到着するため、広崎市や黒石から近く、かつダム直下流には、黒い温泉橋があり、 ト和田湖への中継地点でもあることから多くの観光客が訪れる。虹の湖では濃い船うぐいのだアメマス・ニジマス・ワカサギも釣れることから釣り客も多い。一方湖やその周辺は鳥類も多く生息し、オハクチョウやカモ類が越冬するほか、オオタカクマタカオジロアシハヤブサミサゴといった猛禽類、このはずくカワセミなども生息していることが確認されており、 北方系の鳥類も生息、飛来することから、バードウォッチングにも最適である。なお、虹の湖に注ぐ二章内側に建設されている二つのダム、二章内ダムの人造湖は、花の湖、直下流の大穴ダムの人造湖はかつて、富士の湖と呼ばれ、浅瀬石川上流の三個章は統一性のある、ネーミングがされている。ただし二章内ダムへの直進道路は、 未舗送林道で、なおかつダム直下は、かなりの悪路となっているため、一般車両は、青に温泉方面へ向かう雷林道から迂回する、必要がある。かつての藤の湖跡地には、現在林道傍らに、大穴ダムと藤の湖の遠隔を記した、案内板が存在するのみである。ありがとうございます。